ジョニー・デーモン、ジョニー・デビット・デーモン、ジョニー・デビット・デーモン、1973年11月5日イ、は、アメリカ合衆国カンザス州出身の元プロ、野球選手、外野手。1973年、アメリカ陸軍フォートライリー基地において、白人で軍人の父親とタイ人の母親の間に、生まれる、のドラフトで、カンザスシティロイヤルズから一巡目。 全体35位指名され入団。マイナーリーグで59盗塁を記録した。8月12日にメジャーデビューし、45試合に出場し、打率282を記録した。初めて1年を通してメジャーでプレーをした。145試合に出場し、打率271、リーグ8位の25盗塁を記録した。8月10日エンゼルス戦では、 自身初の満塁本塁打を放った。は全161試合、メジャーは162試合制であるが、1998年、ロイヤルズは161試合だったに出場し、打率277、リーグ2位の13塁打を記録した。は打率307で、初めて打率が3割台を記録したが、 9月14日、エンゼルスとのダブルヘッダー第2戦で欠場したため、球団記録を更新し続けていた、連続試合出場が305で途切れた。は、開幕から4月下旬まで打率が2割を下回るなど、極度のスランプに陥り、4月19日のツインズ戦では、トニー・ミューサー監督が彼らしいスイングが全くできて、いないからと、試合を休ませた。本人は、 この欠場が復調のきっかけとなったと認めており、翌日から5月7日にかけて14試合連続安打を記録し、その間に達成した10試合連続先頭打者、安打は25年前にこの記録をつけるようになってからで最長となった。7月には打率436を記録し、18日のカブス戦では、 メジャー対記録となる4二塁打を放ち、月間 MVP に選出された。この年のレギュラーシーズンは、自己最高となる打率。327.214安打、136得点42二塁打、88打点、46盗塁を記録し、得点は、球団新記録となった。シーズン終了後に、ロイヤルズは5年総額3、200万ドルで契約を、 提示したが、デーモンの代理人、スコット・ボラスは契約せず1年待ち、FA 市場で試すことにした。そして1月8日にロイヤルズ、アスレチックス、デビルレイズによる三角トレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。155試合に出場し、打率、256、9本塁打、27盗塁と前年より成績が悪化したものの、 チームは2年連続でプレーオフに進出し、自身初めてポストシーズンへ出場。ディビジョンシリーズでヤンキースに負け、シーズン終了後の11月5日に FA となった。2001年12月21日、ボストンレッドソックスに4年産、200万ドルで移籍した。オールスターにファイナルボートで選出され、初出場を果たした。打率28、286。 リーグ5位の118得点、自己最多の113塁打を記録した。和打率30。304.123得点、初の20本塁打、自己最多の94打点を記録し、チームの86年振りの世界一に貢献。ヤンキースとのリーグチャンピオンシップの第7戦では、優勝を決定づける満塁本塁打を放ち、カージナルスとのワールドシリーズの第4戦では、 先生のソロホンルを放つ活躍を見せた。キリストを意識した長髪と顔の下半分を覆うヒゲがトレードマークで当時のあだ名は原始人ケイブマンだった。シーズンオフのファン感謝イベントではファンの目の前でヒゲと長髪をバっサリ切り落とし、それをチャリティー商品として販売したこともある。2005年12月23日に4年総額後200万ドルでの ニューヨークヤンキースへ移籍。歴史的な因縁の多いライバルチームへの移籍とあって大きな話題を呼んだ。それに伴い、その長髪と髭を切り落とした。は、レギュラーシーズン開幕前に2006ワールドベースボール、クラシックアメリカ合衆国代表に選出された。5月2日には、フルスボストンのフェンウェイパークで先発出場。 凄まじいブーイングと大歓声に迎えられ、ヘルメットを振って答えた。同年は、出塁率こそ、前年より下がったものの、打率、285.25を盗塁、自己最多となる24本塁打を記録し、初めて20本塁打、20盗塁を達成。デレクジーターと共に、ダブルチャンスメーカーとなり、効率よく、得点を上げやすい打線を形成。チームの得点は、 前年より44点上回りリーグ1位の930得点で、それに対し、デーモンを失ったレッドソックスは90点減の820点となった。は、開幕戦で両膝を痛め、指名打者として出場する機会が増えた。センターの守備範囲も狭まり、若手のメルキー・カブレラに、センターの定位置を奪われ、終盤はセンターより、レフトで出場する試合が増えた。成績も打率。 270、十二本塁打と前年を下回る成績で32塁打、100得点が9年で途切れたが、ルー・ゲイリックとスタン・ミュージアルにナ波 MLB 大記録となった。は、開幕から安定した成績を残し、6月7日のロイヤルズ戦で、ヤンキースの選手では1934年のマイリル・ホーグガイアシュ以来74年ぶりとなる一試合、6打数6安打を記録した。 しかし、7月4日のレッドソックス戦でボールを追って、フェンスに激突して、右肩を負傷し、初めて故障者リストに入った。は、右翼が狭い新ヤンキースタジアムにも助けられ、自己最多タイの24本塁打を記録、本拠地で17本塁打。デレクジーターと入れ替わる形で2番打者を務め、チームの9年ぶり世界一に貢献した。ワールドシリーズ第4戦では、 同点で迎えた9回表にヒットで出塁し、2投を決めると、から空きになっていた三塁を一気に落とし入れ、1球でに、盗塁を記録した。シーズン終了後、ヤンキースとの残留交渉がまとまらずに、FA となった。2月22日、年俸800万ドルの1年契約で、デトロイトタイガースへ移籍。タイガースでは、 主に指名打者として15年連続となる140試合以上に出場したが、それまで8年連続、15年間で11度、記録していた2桁本塁打、2桁盗塁の同時達成はならず、特に本塁打は、自身のキャリアを通じて下から3番目対、盗塁は、下から2番目に低い数字であった。一方で、メジャー16年目を迎えたこともあり、 通算記録部門では1500得点2500安打、103塁打、1000打点などを次々に達成した。1月31日にタンパベイレイズと525万ドルの1年契約を結び、2月3日にはレッドソックス時代の同僚であり、同じくレイズと1年契約を結んだマニーラミレスと共に入団会見を行った。4月にマニーラミレスが引退したために5番指名打者での 起用があるじになった。史上二人目の200本類だ、103類だ、400盗塁を達成。シーズン終了後、FA になった。4月13日、怪我で1年間欠場することになった、グレーディサイズモアの代役として、クリーブランド・インディアンスと125万ドルの1年契約を結んだ。成績不振のため、2012年8月3日戦力外通告を受け、 8月9日に解雇された。11月には第3回 WBC 予選にタイ代表として出場した。デーモンは公式に引退を発表しておらず、現役を続行して3000本アンダーを目指す意向を示していた。例えば彼の代理人のスコット・ボラスは2014年12月頃の取材に対して声さえかかればデーモンは喜んで、 現役復帰するだろうと語っている。しかし2012年8月以降にデーモンと契約した球団はなく、事実上の引退状態にある。ボールカウントを多く稼ぐスタイルを特徴とし、構えがやや大きいにもかかわらずバットスピードは非常に速い。従来のパワーも強く、ボールに強烈なバックスピンをかけるため打球を遠くへ飛ばすともできる。 一塁到達まで4.05秒のスピードを備え、一塁から三塁まででも巧みな走塁を見せる。投塁の際には一歩目がとても速いため、加速するのが速く、2000年には投塁王を獲得している。外野守備では持ち前の瞬速である程度カバーしてきたものの、横方向へ走る軌道の取り方と後方の打球を処理する能力に欠けている。肩の強さにも欠け、 2006年の選手投票で最も肩の弱い外野手の1位となったこともある。過去に務めたことがある一類の守備もあまりうまくはないようで味方の投げた球を後ろにそらしかけるなどデレクジーターは失笑していた安定感がない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。